前田健太、5回無失点1 0 k で今季初白星ドジャース5-0ジャイアンツ31日ロサンゼルス今季初先発のドジャース前田健太投手が5回5安打無失点10奪三振と好投し今季初勝利を挙げた初回1人を四球で歩かせたが3つのアウト全てで三振を取った前田は2回は 2本の安打を打たれたもののピンチを切り抜けた。3回以降も走者を出しながらも得点は与えず5回を投げ切って勝利投手の権利を持って降板した。ドジャース打線は初回に2得点を挙げるなど合計5得点で前田を援護。6回以降3人の系投で無失点で守りきる完封リレーで白星を手にした。 前剣、今季初登板初勝利、5回無失点10系解答。ドジャース後のゼロジャイアンツ3月31日、日本時間1日、ドジャース・スタジアム。ドジャース、前田健太投手、29、が、今季、初登板で初勝利を挙げた。5回を投げ5安打無失点、10三振を奪う解答だった。前田は、1回、 先頭打者を三振。2番を四球で歩かせたが、3、4番を連続三振に仕留めた。2回は、2安打を許すも二奪三振。3回も二安打されたが二奪三振。3回は、一安打許すも二奪三振。5回途中、腰を気にするそぶりを見せ心配されたが、そのまま続投。 三者凡退に抑え、一三振を奪った。打線は、序盤から前田を援護。4回までに5点を奪った。ドジャースは、4安打で5点を上げ、ジャイアンツは、ドジャースの4投手から9安打を放ったが、無得点に終わった。